はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしゅんです。このフラワー TV ではこう皆さんにね、花束の作り方とかアレンジメントの作り方とか、まあ、お花に関する情報をね、どん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 こう流してきましたけれども、まあね、あの制作動画っていうのは割とこう作るのにこう編集するのに時間がかかったりします。なのでじゃあその編集してる間は何もアップしないでいいのかっていう話で、まあ、その中でね、やっぱりこの Vlog というものがあるんですよ。あるんです、最近では。まあ、Vlog っていうのは、まあ、ブログのビデオレターバージョンみたいな感じなんですけれども、まあそういうのもこのフラワー TV の中でアップしていこうじゃないかと思ったんですね。で、今までまあ裏チャンネルとかでアップしようかなとか、まあ、別チャンネルを作ろうかなとか、いろいろとこう模索はしてきたんですけれども、まあ、あんまり僕自身もこう器用な方ではないので、じゃあもうそれ一本でやっていこうということで、フラワー TV の中に Vlog という、一つのカテゴリーを作って、そこでやっていこうかなと思ってます。で、そのまあ、それも Vlog というのも、まあ、何にもね、今日は何にもなかったよなんていう動画出してもしょうがないんで、そうじゃなくて、まあ、今日はこういうことがありましたっていうのがあった時にこう出していこうじゃないかと思ってます。まあ、今日はですね、実はあの店に、大きいこう桃をねたくさんこう飾ったんですね。ですのでこれから皆さんにそちらの様子をお見せしたいと思いますけど、もう何分にももうね結構もう夜なんですよ、実は今。なので店の中も暗くなってす、うちのお店今こう天井が8メートルあるんですけれども、そこの水銀灯がこう切れてるんですね、この時間は。で、水銀灯って全然こう明かりがつかないんですよ。なのでちょっと暗いところでの撮影になりますけれども、まあ、十分見えると思うので皆さんにお見せしたいと思います。なのでちょっとね下に行こう。今ここ、実はこのスペースって、教室なんです。で、ここで、月刊フローリストの撮影をやったり、特集を組んだりとか、お花の教室、N フラワーデザインインターナショナルの本部スクールになってます。ここから N フラワーデザインスクールが始まって、会員さんが増えて N フラワーデザインインターナショナルの本部にもなってるというね、まあ、歴史がある場所なんですけれども、まあ、そこから本来お店の下へ移って飾った桃を皆さんにお見せしようと思います。では早速行ってみましょう。どうぞ。はお店の中ですね。ちょっと暗いんですけれども、これが桃です。大きい桃がドンドンドンと入ってるんですけど、向こう見えますかね。向こうにドンドンと入ってるの見えます。一番奥はもう暗くて見えないか。あ、でも見えてるね。ここが一つでしょ。で、これが一個、その奥が一個、その奥にもう一個三つ入ってるんですよ。あそことあそこですね。今日はこの桃を店にこう飾ってました。まあいろいろと。ごたごたとありますけれども、まあ毎日ねこう花に囲まれて仕事をしてます。まあ、ほとんどこう店にいることも半分ぐらいはないんですけれども、まあ、どこに行ってもこう花に囲まれて僕は生活をしています。まあこんな感じです。では戻りましょう。はい、いかがだったでしょうか。結構大きいものが入ってたでしょ。 あそこ天井がこう8メーターあって、その中にこうあの桃自体では3メーターぐらいあります。あの桃が結構ね大きい桃です。なのでなんかこれからもこういうね、今日あった出来事とか珍しいことがあったらそれをビデオレターで収めていこうと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。ただなかなかねちょっと今 iPhone とこの動画の接続がうまくいかなくて、 iPhone で撮ったものの動画がアップできない状況になってるんですよ。なのでそれがまあ
解消したらもっとこうね外でやってることなんかも動画で流せるんじゃないかなとは思いますけれども、まあ、当面まあこうお店の中であったこととかをここで皆さんにお伝えしていくような感じになると思います。ではこれからまたよろしくお願いいたします。